今回もソトさん使ってます。蛇腹だと一酸化炭素に炭素中毒に注意ってことですね。そうそれは燃えすぎちゃうってことですか。こっちの火が強いから。ああそうか。でもジェットボーイさんは考えられてて一酸化炭素中毒はならないように、火力が弱くセットされている。ジェットボーイさんは鍋と下とセットらしいです。今はだからこれは何の普通の鍋、これ MSR の鍋で、 MSR って何ですか。 MSR っていう、 MSR っていうなんかそう熱効率がいいみたいな、あのガソリンコンロのメーカーがあるんだけど、そんでそれがここに蛇腹がついてるの売ってんの。だから外もこれ使って火力を弱めにやってればいいんだけど、蛇腹でね、蛇腹 でも強くやっちゃうと一酸化中毒になっちゃ うということですので、皆様はこの鍋の方がいいですね。まあそう、自己責任だからね。ですね。でもこの鍋の方がいいですね。まあこれメーカー的にはそれがいいですよとは言えないんだけど、それも最高の熱効率。ああそっか、外の要は本当は外のコンロを使って蛇腹の鍋を使って外さんの要はお火を弱めれば問題ないらしいですね、っていうことですよね。最高らしい。ただし、蛇腹の欠点は、弱火でも沸くので、テントの中が寒い。なるほど。今、強火だからこう、あったかい。今、あったかいです。これが、あったかいです。だから、結論を言うと、ジェットボイルは寒い。当たり前だよ。ジェットボイルは寒い。熱効率がいいから。